ちょうど今ファンファーレが鳴ったところです。5歳以上オープンのうずきステークス、急騰立てですが吉田さん、はい、吉田さんの20丸は回収錦ですね。そうですね、実力馬がそれぞれ1年ぶりですとか半年ぶりなんでね、はい、順調さでちょっと回収錦に注目してます。そうです。1番人気は北斗フィーバス、2番人気がチアズサイレンス、回収錦は5番人気という直前のオッズです。ゲートが開いてスタートが切られました。ちょっと後ろに下げたのがその8番の回収錦。さあ先行争いですが、務めをつきましてピンクの帽子上がって、コクトジュリアンあたりが上がっていってるんでしょうか。さらにインコースから5番の北斗フィーバス、さらに7番のスキーミュージック、3番手にコクトジュリアンは下げました。インコース通って4番のフーイナム、その後は1馬身ほど切れまして1番のマリーゴット、務めをついて2番人気チアツサイレンスと竹豊、内バンブーガリレオ、その後ろ2番のコペルティーナ、その後ろちょっと空いて最後方8番の回収錦という展開になりました。3コーナーのカーブを回ります。先頭に立っていますのはここで北斗フィーバス、1番人気の北斗フィーバス先頭ですが、おお、コクトジュリアンが早めに行った。コクトジュリアンが行って2番手、インコース7番スキーミュージックはちょっといっぱい加減で、代わってマリーゴット、さらに外の方からは竹豊、チアズサイレンスも差を詰めてまいりました。さあ4コーナーをカーブして直線コース、北斗フィーバスが先頭。さあ馬体を合わせてコクトジュリアン、コクトジュリアン、そしてこの2頭北斗フィーバス、その後ろからは1番のマリーゴット3番手、さらに外から竹豊、チアズサイレンスが追い込んでくる。さあ先頭は北斗フィーバス頑張ったか、外からマリーゴット、マリーゴット先頭、マリーゴットが先頭に立った。3頭並んだ2着争いはわずかに竹豊、チアズサイレンスか。しかし勝ったのはマリーゴット。砂陣を上げながら白い帽子マリーゴットが堂々と馬場の真ん中を駆け抜けました。人気馬を蹴散らすように、まあ、4番人気のマリーゴットが。そうですね、これ見てますとやっぱり北斗フィーバス、北斗ジュリアン、久々で坂を上がって息切れしたっていう感じですよね。そうですか、やっぱり両方とも久々だったんでね。はい、豊はちょっと外目をついて、まあ、馬場のいいところを選んでというところなんでしょうかね。そうですね、3月のオーシャンステークスでチアズサイレンスが勝ってマリーゴットが2着という競馬があったんですよね。はいはいはい、それは今回ちょっと逆になりましたけれども、あ、それも金量差なんかもあったように思いますけれどもね。そうですか。ということで着順表示板、1着マリーゴット、そして2着にチアズサイレンス、勝ちタイムは1分8秒8でした。